吉田さん、私もね、ネットビジネス始めて、いつの間にか8年目に入りました。私が一番長くやっていたリアルビジネスといえば麻雀店なんですけども、それもね、9年なんで、まだネットビジネスの経験としてはね、それに及んでないんですが、ただね、麻雀店のビジネスっていうのは、やればやるほど年間で300万の借金ができていたんですよね。これ平均すると。10年で3000万以上できましたからね。これすでに、営業はしているけども廃業してるようなもんなんですよ、だからね、私思うんですけども、これを枕言葉にちょっとね、先日来た質問があったんで、そこに私もね、ちょっとこう厳しいことを20分ほど話したんですけども、確実なものじゃないとビジネスができないんですけども、速稼塾はどういうことが確実なんですかっていうふうに言ったんですよ。速稼塾に入ったら要するに確実に稼げるって、その保証は何ですかっていう質問だと思うんですけどね、確実なものはないですよ、一寸先は人間の人生って闇じゃないですか。だからね、何かね、保証とか保険がないとできないって人にビジネスは向かないんで、そういう人は、まあ確実にもらえそうな時給800円とか月給15万とかっていうところに行けばいいと思うんですよ。残念ながらね、誰が何をやっても結果が確実ってものないですし、確実じゃないと動けない人ってのは一生そのままですよ。一寸先は闇、そして諸行無常なんですよ。昨日できたことは今日できるとは限らないです。昨日まで生き残っていた人が今日も勝ち残っているとも限らないです。これ当たり前だと思うんですよ。私は当たり前だと思うんです。ですんでね、どれだけ確実性を担保した投資なりビジネスをやっても、自分が確実であるってことなんですよ。お前は確実なんですかってことなんですよね。だから確実に作業をこなします。確実にこれは覚えます。確実に税制面のこともやっていきます。いろんな確実を自分で作らない限り、自分以外のところにどっかに確実なものがあるっていうのを探す限りね、情報に振り回され、そして人に振り回され、商品に振り回され、カス掴んで終わりです。それだけは確実です。確実に失敗します。確実なものじゃないとできないっていう方は確実に人生終わります。無駄遣いですよね、人生の。そうじゃないんですよ。確実じゃない、全ては不確定なんですよ。全ては不条理であり、自分に対して好意的ではないんですよ。その可能性をね、いかにゼロの可能性を 1% にし、10% にし、30% にするか、それは確実に自分がやっていくことじゃないですか。確実にやらない人に何の未来も来ないですよ。ね、YouTube を1万本作りました。そこでファンが一人もできませんでした。そんなことはないと思いますけども、でも1万本確実にやりますかってやらないでしょ。1万本なんて別に数としては多くないですよ。全然多くない。だって、1日に100本動画撮れるわけですよ。時間24時間あるわけですからね。そしたら100日、1年もかからずにできちゃうんですよ、ね、これをやらないんですよ。いや、1日に10本だってやらないでしょ。いや、1日に1本ですらやらないでしょうね。1日に1本、年間300本、これですらやる人はほとんどいないんですよ。ということはね、確実にやれますかってこちらが聞きたいですよ。確実に結果が出ますかっていう方に対して、確実にあなたでやるんですかと。確実にあなたは一歩ずつやるんですかと。今日はこれがあったらできませんでした。今日はこれ誕生日がありました。今日はこういうことがありまして、なかなか難しかったです。ね。やらないでしょ。でも、何かことをなすってことは、一心不乱にそれをやるってことだと思うんですよ。やっぱり、ね、プロの人と私はライフスタイルを比較することがよくありますけども、まあ、イチロー選手にしろね、亀田選手にしても、プロ野球の、プロボクシングのね、亀田選手にしても、ボクシングのリングに立つ時だけボクシングやってますか？リングに立つまでにはボクシングはむしろ終わってるんじゃないですかね。だって朝起きて夜寝るまで、全てがリングに向かうためのトレーニングをしてるわけでしょ。呼吸の一個ですらボクシングのための呼吸のトレーニングですよ。トイレに行ってですらトレーニング考えてるんですよ。そこら辺歩いてたってね、もしかしたらつま先立ちで歩いてるかもしれないですよ。プロの意識ってそういうもんじゃないですかね。じゃあ私が情報発信で、吉谷さんもそうですけどね、情報発信で何かをことをなすときに、目を開けていろんなものを見てるときに、全てがネタだと思えるぐらいの意識を研ぎ澄まさせているか、何か商品を買ったときに買って終わりじゃなくて、買ったものをどうレビューしてアクセスが取れるかってことを考えているか、タイトルをどのようにつければいいか、タイトルの文字数はそれでいいのか、画面のこのキャプチャーはどの角度がいいのか、全てですよ。全てはトライなんですよ。不確定だからこそ、確定させるために、確実なものに向かうために、一つ一つトライしていってるんですよね。いや、それで一つの動画ができてるんですよ。それをもうね、何年もやってれば無意識にできるって話なんですよ。最初は戸惑いましたよ。
全然喋れなかったでしょ、吉谷さんも。私もね、余裕で喋ってるふりして冷や汗ですよ。最初の動画見ていただければ分かりますけども、私もね、未だにあの当時の一番最初のアップロードした動画再生されてるんですよ。やっぱそこにコメントも最近いただいてます。やっぱね、差がありますね、初日目と今とでは。でもね、どんなたどたどしい動画一発目であっても、そこで集客できて物が売れてるって事実もあるんですよ。ということはですよ、やれば何かができる、これだけが私は確実だと思います。確実なものが、固まるまで行動できないだったら、もうそのまんま座っといてくださいって話です。もうそういう方はね、ビジネスの世界にいりません。速稼塾にもいりません。ドリームアカデミーにはいりませんよ。ただ座って待ってるだけの人はね。商品買って終わりじゃないですよ。塾に入って終わりじゃないです。そっからが今までの人生とは全く比べにならないくらいハードな人生が始まるんですよ。それを乗り越えていくからこそ、誰もが目にしないような夢のようなね、人生が待ってるわけじゃないですか。吉谷さんが鹿児島に移る時の瞬間、いろんなね、大阪のマンションとかね、探してるの私もね、当時一緒に見てましたよ、ユーストリーム放送で。鹿児島に決めました。鹿児島に行ってお金がないところからのスタート。まあてっきりね、元いた会社の顧客データぐらい持ち出してるのかなとかね、いろいろ思いましたよ。退職金ぐらいもらってるのかなと、さにあらず借金を負わされたところからスタートというね。でも見事に今車も2台持ってるし、ランニングコストもちゃんと抑えて、しっかりとした年収も抑えてね、やられてますよね。いや、これすごいですよ。やっぱり吉谷さん、一人で歩いている、自由に生きている、全てをね、やってくれました。私もね、吉谷さんの人生にはやっぱり負けたくない。吉谷さんが吉谷さんの中でもう最高の幸せとね、自由を得ているのと同じぐらい、私も自分の人生でね、最高の人生と幸せを得ていこうと思いますよ。これからもますます負けられないです。私の方が楽しく自分の人生生きてるよと。10歳上だけども、年に負けずに、若いもんに負けずにね、私はね、吉谷さんと同い年、いや吉谷さんの年下ぐらい、28歳ぐらいの勢いでやってやるぜって気持ちですよ。そのぐらいの胆力が、肝の力がね、昭和生まれにはないですかね。ロスジェネ世代の根性を見せてくださいよね。世の中の40代50代、吉谷さんみたいなのに負けちゃダメですよね。吉田さんには悪いですけど、こういうこと言ったらね、葉っぱをかけるつもりで言いますけども、あのね、38歳の若者にね、若造にとあえて言わせてもらいます。吉田さん、すいません、30代の若者に40、50のね、血気盛んな、負けちゃダメですよね。年を取ったふりして諦めちゃダメですよ。年を取れば取るほど私たちは有利なんですよね。たくさんの経験と見識があって、情報発信に向いてるのはむしろ年齢を重ねた方だと思うんですけども、まあただ本気出してないだけだと思いますけどね。ただ本気出してないだけでしょ、ね、本気出したらいつか自分の人生始まるでしょ。まあそれをね、やらないんですよね。確実なものがない限りは、確実なものは何もありません。確実なのはあなたがそこにいて何を確実にしたいかと自分の内側に問いかける、それだけなんですよね。ということでございまして、本日は以上です。